2005年世界フィギュアスケート選手権は2005年3月14日から20日までロシアのモスクワルジニキスポーツ宮殿で開催されたフィギュアスケートの世界選手権震災展方式で行われた初めての世界選手権である男女シングルは2組に分かれ予選が行われ予選の各組上位15人がショートプログラムに進むショートプログラム後それぞれ上位24人が フリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、オリジナルダンス後の上位24組が、フリーダンスへ進む。本大会では、男子、女子、ペアアイスダンスの4種目が行われたが、男子を除く3種目を制覇したのが、開催国のロシアであった。男子では、優勝候補の大本命であったエフゲニー・プルシェンコが、SP 終了後に怪我で棄権する中、 スイスのステファン・ランビエールが優勝。スイス勢の本大会男子の優勝は実に58年ぶりのことであった。なお、女子の優勝者はロシアのイリーナ・スルツカヤであった。近年世界フィギュアスケート選手権においてはアメリカとロシアとの勢いがきっ抗しているが、今大会はロシアがホームアドバンテージを活かしてアメリカを抑えた格好となった。しかしながらアメリカ勢は 男子は3位、女子は2位、アイスダンスも2位が最高であって、フィギュアスケート界の競合としての実力も示した。費用米勢に目を転じると、女子では日本勢、ペアでは中国勢の活躍が目立つ、今大会であった。今大会の結果により、トリノオリンピック及び2006年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り、ありがとうございます。